はい、実況させてもらってます。シロックマンです。よろしくお願いします。今日はですね、スーパーファミコン版の画廊伝説スペシャルですね。こちらをやっていきたいと思います。これね、ほんとね、スーパーファミコンとしては失敗と言われたね、移植でしたけど、はい、速度がね、非常に悪かったんですよ、これね。当時ね、新品で買ったんですけど、これ、定価がね、1万円以上したんですよ。ただ実際僕ね、新品で3900円で買ってるんですよ。もうね、新品なのに安くされてるっていうね。それぐらい出来が悪かったって言われてますね、これね。定価ね、1万、確かね、これね、32メガなんですよ、実際ね、これ。スーパーファミコン限界の32メガロムなんですけども、移植度が悪すぎて、もう定価1万500円だったと思うんですけど、もう、新品で3900円までね、下げられてしまってましたからね。約6000円ぐらい安くなっちゃってるんですよね。6000円ぐらい安く、そうですね。まあそういうゲームですね、これね。宝が移植してるんですけどね。まあやっぱりこの2人やな、俺を使うとしたら。はい、じゃあこれでいきます。これね、ほんと出来悪いんですよね。ほんと移植度が悪かったです。大失敗作ですね、これね。見た目は全然いいんですけどね。いや。空肌も出ないし、相変わらず。ああ、強え。この胸の揺れ方がいいですね、やっぱり。そう、残影剣も出ないんですよ、これ。こっちの方は。手榴弾が出ちゃうんですよ。技が全然出にくいんですよね、こっちのスーパーミコン版はね。出来悪いんですよ、だから。話になんないですよ。残影剣出ないんですよ。溜め系が出にくいんですよ、このゲームね。このスーパーミコン版の方はね。溜め系出にくくてね、話にならないんですよね。空破弾とね、だから残影剣出ないんですよね。だから、手榴弾と、何やったっけ。手榴弾とね、飛翔剣の2つで叩かなきゃいけないんですよね。これはね、完全にね、挑戦というよりもお見せしてるだけのプレイになっちゃうと思いますよ、これはね。ほとんどね。もうこれ、クラックシュート出ないよ。あ、クラックシュート出るな。クラックシュートは出るけど、ライジングタックルは出にくいためやから。あ、出たな。あかん。ダメだこれ。胸の揺れ方はいいけどね。ああ、やばい。おお。ああ、倒せた。いや、本当にね、これね、あれですよね、もう叩き売りされてましたよね、中古でも。あとね、移植悪すぎてね。まあ、ガロ伝説2の方が出来良かったですよ、スーパーファミコン版のね。やばいやばい。
やば。あらら、ダメだこりゃ。まあこんな感じなんですよ、ほんとね。今度ちょっとこのギースってやりますね。やっぱりね、スペシャルなんでね、これは使わないと損ですね。はい。ギースハワードですね。これももうボスクラスなんで、あれですけど。あ、ダメだこれ。疾風拳出ないよ。疾風拳出ないよ。あか。敵も強いな、やっぱりな。おお、強え。あら。あー、ダメだこりゃ。こんな情けないギウス見たことないわ、ほんま。情けないよな、このギウス、ほんまに。まあこんな感じですね、このゲームはね。はい。出来が悪いんですよ、とにかくね。はい。じゃあこれで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。